ドラマや映画など群馬県内で行うロケをサポートするため知事をトップとするスペシャルチームを設置です。すでに群馬県はネットフリックスとか東宝、東映、松竹それぞれロケ地としては非常に魅力的だと言われてまして、群馬県でものを作って出せるようなエコシステムを作っていくための実は大事な柱がですね、このロケ支援スペシャルチームの活動になっているんですね。このロケ支援スペシャルチームのキックオフミーティングには県有施設などを所管している県の関係各課が参加しました。チームを設置することで積極的にロケ誘致を推進していく認識を共有し、ロケの手続きなどを円滑に進めていく狙いがあります。近年群馬県でロケを望む声はより高まっていて、ここ10年で相談件数はおよそ9倍、支援の件数は5倍以上に増えています。そうした中、群馬県では山本知事によるトップセールスを進めていて、世界中に動画配信サービスを提供するネットフリックス社や日本の大手映画配給会社など国内外の企業にロケにおける群馬の優位性をアピールしています。また今年度ドラマや映画など大型作品向けのインセンティブを導入、この2000万円を上限とする補助制度などにより群馬県内におけるロケ誘致を加速化させていきます。単なる大型作品を群馬県に持ってくる、ドラマとか大きな映画を群馬県に引っ張ってくるっていうだけじゃなくて、コンテンツをもう見せ方によってはこれは我々の観光 PR にもつながるし、もっと大きな群馬県にデジタルクリエイティブ産業を作り上げると、で新しいエネルギーを群馬県の産業政策に注ぐという非常に大きな目的のもとで立てられたチームだと、いうことをですね、ぜひ皆さんに意識をしていただいてご協力いただければというふうに思います。